なんだこれ、空が真っ白だ。あれ、真っ白なのは俺か。あれ、こんなの去年の正月も。あれ、目覚めなさい。今こそ目覚める時なのです。目を開きなさい。あの、すいません、チロッと起きてみてはもらえないでしょうか。ようやく目覚めたようですね。私は寒くねえのか、こんな真冬に。あの、私は、はいはい、話は豚書で聞かせてもらうからね。排泄物陳列剤だ。この露出狂、本物の変態か。だったらこっちには本物のサディストがいるぜ。本物の犬の餌マニアもいますぜ。それは誰のことだ。マヨネーズをバカにすんなよ、この野郎。話を聞いてください。私は女神、あなたたちの勝利の女神なのです。心配ねえですって。こういう手合いは少々痛めつけりゃすぐに態度を改めます。だから本当に女神なんですってば。だいたい白バックの変な世界なんだから、そのくらい察してくれません。とにかくあんたは逮捕だ。諦めて豚書に戻る道を教えろ。何を言っているのです。女神を逮捕なんて聞いたことがありません。いや、あるね。女神どころか死神だって、殿様だって、ストリーキングだって、とっ捕まえたぜ俺たちは。しっかり呼ばせてもらったよ。あたっ殺してたな。返してよ。返してくれ。あんたたちなんてここで一生暮らせばいいんだわ。私もう知りませんからね。一生尽くしてやるんだから。別れるって言ったって別れてなんてあげないんだから。なんだこりゃ。みんな、ご飯ができましたよ。なんか妙な流れになってやす。とんだ茶番だな、あのハレンチ女。ちょっとソーク、何してるの。せえな、姉がいるんだよ。だからって勝手に持ってったら女神びっくりするじゃない。だったらほっといてくんな。ダメ、そのお金だけはダメなの。うるせえ。あやめて、君の誤解よ。ソーちゃんは悪くないの。いつから俺はソーちゃんになったんだ。僕はずっと女神さんに憧れてた。天真爛漫な笑顔。部長、また変なのが出てきやがった。ちなみに僕は貧乏神だ。しかしおかしいな、私は不倫なんてしてなかったんだ。いや、そいつは俺のことだぜ、うん、死神、どうして。俺だけじゃねえ。あのっていうか、どうすりゃこんな人数相手にバレずに回せるんだ。神様だからじゃないですかい。というよりろくでもねえアバズレでさ。女神なんだから少しくらい欲張ったっていいじゃない。詐欺したもの、チンチン。失ったんなら取り戻せばいいじゃありませんか。あ、そうよ、そうだわ。私のこの力で。